静岡市では静岡サッカーの歩み100年祭を締めくくる感謝の集いが開かれました今日開かれた感謝の集いには日本サッカー協会の田島会長や J リーグの村一山など県内外のサッカー関係者らおよそ300人が出席しました静岡県では1919 19年に 静岡市半学校の中級部が創設されたのがサッカーの始まりとされ今年が節目の100周年です県サッカー協会の大石豪会長は静岡のサッカーが世界のサッカーを支えていく存在になるよう今後も歴史をつないでいきたいと挨拶しましたまたエコパスタジアムでは SBS ラジオなど県内のラジオ局3局が共同で公開生放送を行いましたゲストには サッカー解説者の山本雅邦さんや松原芳香さんが招かれ現役時代の思い出話や静岡サッカーの歴史について熱いトークを繰り広げました。